and good and one line jump good。 そしたら次隊長。大丈夫ですか隊長は。私は大丈夫、今ちょっと朝から頭痛いけど今大丈夫。皆さん最初は頭痛いです。やってきましたよ大阪。まあ大阪は僕のふるさとみたいなことなので、僕も大阪芸大出身ということで、ここ大阪の地で精一杯お酒飲みます。いいんすかね、劇場入りしてそんな5時までね飲むって。いいんすかね。まあ本物のプロは飲めるんだよ。あれも新幹線で乗ってませんでした。あ、プロやな。前回のクラファンです。前回クラファンして、でなんかそのリハ見学来て、でしたらえなんかアクロバットできるみたいになって急遽参加が決まった。どの部分になりますか？ここですよね。フロアに入って足をパーにするところですよね。はい、ここが、カラーのカラーレーザー。はい、どうですか。いい感じです、ね。楽しかったです。お疲れ様です。初投資。初投資ね。大阪楽しく来るか。中山さん声聞こえないぞ。どうでした。一番前から見てたからね。勉強になる。準備万端ですか。準備今はなんか足して足して足して直前まで足しまくってます。楽しいです。なんかこのレーザーとかすごい今作ってる最中。あーなるほど。こうならないでください。ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、ちょっとやばいわ大阪。
大阪やばい、お客さんの乗りがやばい。あ、てか、ちょっとまだ緊急でどうも。ただいまより15分間の休憩といたします。大阪やばい。大阪ちょっと緊急だよこれ。緊急事態。ちょっと緊急事態発生して、はい。大阪これちょっとやばくない？お客さん乗り。やばいですね。やばいですね。やばいですね。これ緊急で回してるんですよ。はい。お客さん盛り上がりすぎて。はい。ちょっと盛り上がらせ発生すぎる。すいません。やばい。代表から一言。いや、わかんねえよ盛り上がってたな、よかったな三幕、頑張りましょう。じゃあ三幕さ、動画見てもらうリハーサルこのスモークとか、照明とか、マジかっこいい。ちょ、マジ、これもうね、ブチギレタイトルです、これブチギレタイトルお客さんの盛り上がりが良すぎはい彼に関してはちょっとなんかお客さんちょっと飛んでたよ飛んじゃってたよ、お客さん規制が海の説教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 よかったよかった拍手もらってたよ、お客さんもらいましたね。大阪店やばくない？すごいありがたいです。舞台前めっちゃうるさいのにじゃあ次フェッテがあるからですよ。おとなしくしてるんですよ。集中集中集中僕らも出たからこのまま電車で行ったらまた偉い飛びます。偉い偉いここはあんまり騒いじゃいけないっていうルールがある。お客さんに聞こえちゃうから動画回してる場合ちゃう。これちょっと緊急すぎて回さざるを得なかった。びっくりしよう。なんかこんな盛り上がるのかな。あ、ちょっとWe'll be right back.
山さんというスタッフさん。なんで聞いてましたかと、大阪のね、熱気やばい、すごい。なんかすごいね、みんなでこう舞台作ってる感がね、めちゃくちゃ本当に楽しかったね。ありがとうございます。質問コーナーやっていきたいんですけれども、はい、じゃあ質問ある方、大体3年ぐらい、はい、次に行きます。皆さんこんばんは、加藤翔平と申します。さらになんかパワーをもらった気がします。なんか間違えちゃったシーンじゃなかったもんね。はい、なんか間違えちゃったなんかやってもらえてんスリープみたいな感じだから、はい、そういった意味では本当にお客さんに助けられたね。助けられました。まあ明日頑張りましょう。はい。で、おじいちゃんさ、イメージで、はい、ちょっと僕の年代はちょっとあんま分かんないと思うんですけど、僕もなんか関西人ではないからさ、昔テレビ出てたらしくて、うん、おじいちゃんね、あの盛り上げてくれたからあーとかね言ってましたよ。そうそうそう、あれ、もう本当にありがとうございますって言ってて、はいはい。え、動画テレビちょっと一回読んでいきましょうか。あー、もう今のお世話になりますね。ありがとうございます。お大
今日は感動したわ、ほんまに。ありがとうございました。一つ、これからもよろしく伝えてください。本当に、ほんまに。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ守り入れてくれて。この子が、ほんまに中学3年の時、登校拒否したら信じられへんねん。それがもうここまでね、バレーが。そして今回はまたもうママがな、もう山上さんにいろいろと、ね。ハンピングのおかげで、ほんまにもうこういうふうになってね、連絡してね、ありがとうございます。本当にあの、うちの孫でございますけれど、また私の大阪のラジオ、小原翔平、水も甘いも言うので、また PR しておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、急に。はい、ありがとうございました。あの公演も盛り上げていただいて。ほんまによかったわ。ありがとうございます。ね、もうバレー生まれて初めて見て。あ、本当ですか。ベストタイミングでブラボーいただいて。もうそんなこんな孫がやらないなんて分からへんかったもん、ほんまに。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。ほら、今頑張りや。はい。撤収だ。撤収するぞ。お疲れ様です。はい、あー、お疲れ様です。撤収。あ、はい。出る、出るか。出るか。はい。エクストライムさん。お疲れ様です。なんかもうめちゃくちゃ毎回進化してますね。そうですね。今日もなんかめちゃくちゃ進化してます。今後も、それこそ次回作とか、ちょっとまたやりとりとかで。本当に助かってます、今回。もう緊張するんですよ、これ。あ、よろしくお願いします。めっちゃ緊張しそうなんで、慣れてないんですか。慣れてないですか。あ、もうブレイクしておきます、ちょっと。すいません、ちょっと撤収がやばいです、はい、はい、ありがとうございます。また明日、お願いします。高橋さん、今日も僕、あ、まだ開けてますね。